こんにちは、服部幸男です。今日もですね、実はニューヨークからね、素敵なねゲストをねお迎えすることができました。いらっしゃいませ。はい先生、はい、How are you? How are you? Fine, よろしくお願いします。先生、いつものいや、お久しぶりでございましたね。はい、久しぶりです、ね、まあ、もうないんですけども、うん、年に、ね、2度ぐらいはね、はい、日本に来ていただいてて、あの青木恵子さんの自己紹介をねしていただきたいなと思うんですが、あの私は約30年ぐらい前にあのニューヨークに住みました。でその前にアメリカに出たのはもう結構若い時で、アメリカに行った時に何か自分でビジネスをしたいというふうに考えてまして、であの、まあ、当時並行輸入というのを一番初めに考えついて、うん、あのまあ、行ったのは私だと思います、うん、その後ですね、ワンダブラっていう輸入下着でナンバーワンになりまして、で海外から入ってくるあの輸入の下着の、まあ、売り上げが、まあ、ナンバーワンの会社を作り、うん、アメリカの政府から紹介されてスペインの政府の仕事をするようになってから、まあ、インターナショナルコンサルタントというあの仕事に就いたわけですね。その当時あのベニハナをやっていたあのロッキー青木という人と、うん、っていうか、まあ、後に私の、主人になるんですけど、彼のベニハナの、コンサルタントをして、うん、でそこで知り合って、本人曰くなんかコンサルタント料払いたくなかったので、まあそれで結婚したというそうだったんですか。そう言ってっていうような感じで、まあ、結婚して、であのその後彼が亡くなった後に、インターナショナルの方の紅花を引き継いで、10年間ずっと頑張って、ね、それ世界中ぐる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 、ね、世界中にねこの紅花出しちゃったんでしょ。はい、そうです ね、また自分の考えたビジネスをしたいなと思っています。今日この頃でございます。 今最近なんかあの先生が発見した面白いことというか、まあ、食だけじゃなくてもいいんですけど、発見したこと、このね、YouTube でね、はい、料理人が結構ね YouTube すごいね流行ってきて、それを見たね素人の人がね真似するんですよね。人ね、いわゆるプロが作ったものとは違うものが出来上がるんだけど、はい、しかしやったっていうね満足感みたいなのがあるみたいでね、うん、だからやっぱりね、完コピって僕大事にしようって、完コピ、完全コピってね、うちの先生にも言ってんの。やっぱり自分が食べたあそこの店のあれをね、もう一度再現したいっていう気持ちになってやるとね、すごくいいものができる。ああ、分かるような気がしますね。ビジネスでもそうです、先生。ビジネスでも、やっぱりいい成功してる例を真似をして、それプラスアルファ自分のね、そこでエッセンスをちょっと入れて新しいものを作るっていう ね、 そうですね。だから基本っていいものをどんどん真似した方がいいと思いますけどね。まああのね、韓国のあの、今流行っているグループ BTS、 はい、あれもなんか日本のジャーニーズの真似ですよ。アメリカですごく売れちゃいましたね。あれも結局あのコンセプトはあのジャニー北川さんのジャニーズの真似なんですけど、でもそれプラスアルファをあの韓国の人はこう、作ったわけですね。それは何かっていうと英語力ですよね。海外もともとその日本は弱いんですよ ね、 あの韓国だけ見てたわけじゃないん で、うん、であのエンターテインメントの中でもちろん世界に売るっていう、うん、そのベーシックの中でスタートしてるので、あの日本国内だけじゃなくて世界でも通用するアーティストを作るという、でも基本は先生のおっしゃられたみたいに、うんうん、あの初めは真似なんですよ。ジャーニーズ北川さんの作った真似なんです、うん、なるほど。だからあくまでもいいものは真似して、それプラス独自性 を、 自性を、ね、そうすればもう一番いいですね。ビジネスでもそれは言えることだと思います、ね、おっしゃっていただくようにね、我々ね完コピをねこれから大切にしていきましょうね。というのはね、自分のものにね最終的になるんだもんね。そしてね、人も別に真似っていうよりは何かをねやっぱりいいところをね取り入れて、そうですね、いいものを取り入れて、そしてそれプラスアルファね、一味自分の味を加えていく、あとご自分の感性を入れると、
はいね、感性どうしたらいいんですかね。感性はね、見ること、まあ、いや運動したりね、絵画を見たりね、いろんなね、もう経験をたくさん積むことですね。最高ですね。やっぱり本当に今先生がおっしゃられたように、何を作るかって新しいものをね、みんな考えちゃうんですよ。アイデアないとか、全然何やっていいか分かんないとか、そうじゃないんですよね。いいものをまず自分で見つけて、それを自分で真似して、そしてそれプラスなんか自分の思い入れとか、それを足していくと、そうすると割と簡単に、ね、独自のいいものができるんではないでしょうか。なるほど、ということでございます。でございます。さあ今日はですね、青木さんとですね、どういう生き方をしてきたかということをね、お聞きすることができましたね。どうもありがとうございました。先生、でも結構ずれましたよ。そうでしたね。いいねボタンとね、お願いしたいと思いますね。ピッピッ。チャンネル登録、先生、チャンネル登録ですよ。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。